さてと、これで最初通り収穫の儀式を終えたわけだが、シルエット、この木の実を取るがいい。あ、はい。ついにこの時が来ました。ああ、ノース教の伝承を信じるほかないな。信じて挑むしかありませんね。この仮面意外と重たいですから。はず、よし。うん、草の味がします。味などどうでもいい。それで目の方はどうなのだ。どうなんでしょう。ちょっと画面を外してみますね。すごい、すごいです先生。空の色も草原の色も全ての景色が色鮮やかに見えます。よかった、大成功だ。やったな、シルエット。今までは画面越しにしか普通の世界を見れませんでしたが、世界ってこんなに綺麗だったんですね。そうですね、重たい仮面ともおさらばです。私も伝承を研究してきた甲斐があるというものだ。やはりお前がノース教の神官の子孫という仮説は、暴走状態にあった神官の力を鎮静化できたらしい。それについては自分でもよくわからないんですけど、とにかく先生もアドルさんも本当にありがとうございました。効果は長く続かないようだな。私としたことが気休め程度のことしかできんとは。この木の実の他に有力な伝承は見つかっておらんし。すまんな、シルエット。そんな謝らないでください。先生は十分すごいですよ。まだ木の実はありますし、これで好きな時に仮面を外せますから。だからそんなに落ち込まないでくださいよね。お前がそう言ってくれるのがせめてもの救いだな。だがこうなると根本的な解決を図るしかないな。そういうわけでアドルよ、今すぐラルワを根絶してこい。
それができたら皆さんがとっくにやってると思います。それもそうだが先生のその気持ちは嬉しいですよ。でも確かにラルバがいなくなれば皆さんが戦い続けなくて済みますよね。そんなことが本当にできるのか分かりませんけど、私はその答えを出せるのはきっとアドルさんだと思います。だからこれからも一緒に頑張らせてくださいね、アドルさん。さすがだね。いいかな。どれだ。前回。やめておくのか？何を作るんだ？お疲れさん。
Yeah!
なんだ俺。意外と悪くないものだね。ここで一息つこうか。何かあるぞ。
何かあるぞ。
ならば。上級士ってとこか。
邪魔だな。どうにか落とせないかな。周りを調べてみようか。
クリムゾンラインあるぞ。何かあるぞ。Thank you.
何かあるみたいだね。
今ぶちかませ。Thank you.
眺めだ。
箱だ。あそこの壁は脆そうだ。ヤツの攻撃をうまく利用するんだ。アドル、あそこの壁は脆そうだ。ヤツの攻撃をうまく利用するんだ。ここで一息つこうか。
また動かないみたいだね。困ったな。ここには何もないみたいだし、諦めるしかないのか。Yeah.
拉致が開かないぞ。そこの床の亀裂、うまく使えないか。先に進もうか。
はあ。
聞いてくれ。いや、まだなんだけどさ、君に伝え忘れたことがあってね。こうして慌てて追いかけてきたんだ。街道か。おいおい、別の場所に出ちまったんじゃねえか。いや、監獄内であることに間違いないはずさ。そういえば、特殊な区画に礼拝堂があるって。とにかく周囲を調べてみるわ。アネモナさん、あの絵がどうかしましたか。ずいぶん古い絵みてえだな。おい、こいつは一体どういうこと。それが私にも何が何だか。これってまさかアネモナちゃん。わかりません。
である可能性もありますが。抱いている女の子は誰だろう。誰かに似ているような気も。気にはなりますが、先を急いだ方がいいでしょう。私がわからない以上、今は時間の無駄になります。さすが冷静だね。それじゃあ先へ進むとしようぜ。でもこの辺りは初めて来る場所です。どこへ向かえば。とにかく片っ端からバンバン調べるわよ。効率は最悪だけど今回はそれしかなさそうだ。アトルさん、始めよう。なんか匂うぜこの辺り。ここ何かあるんじゃねえか。父さん、ジュール来たのか。言った通りでしょ。さすがは私が見込んだ者たちだ。ああ勝手に見込んでんじゃねえ。それよりてめえらやっぱつるんでやがったのか。まあ経緯はいろいろあるが、スミノフ先生とは協力関係にあった。おそらく古代種や魔物の研究に関係したことでしょう。60点だな。当たらずも遠からずといったところか。勘違いしているようだが、研究自体が私の目的ではない。私自身の願いはこの誇り高き歴史と伝統ある祖国を取り戻すことにある。
ロムン帝国と。さよ、ロムン帝国にはこの地から手を引いてもらう。グリアで暮らす君たちもロムンには思うところがあるはずだ。それは言うはたやすしだね。一体どうやってロムンに手を引いてもらうつもりなのさ。そうです。いくら聖国騎士団でも正面から戦争して勝てるとは。それともあの古代種や魔物たちを利用するつもりでしょうか。あれらは所詮副産物だよ。まあ兵器として多少有効かもしれないがね。副産物。スミノフ先生のおっしゃる通り、グリアの独立を取り戻して維持するにはもっと別の力が必要だ。なるほどな。貴公の狙いはそこか。ほう、これはこれは。プリリス、今日は千客万来のようだ。あなたのことはあの方から聞いている。お会いできて光栄だ。あの方。あの男はどこにいる。それは私にもわからない。あなたならよくご存知だ。大変用心深いゆえに我々の前にも姿を現すことは滅多にない。相変わらずということか。それにしても残念だ。よもやあなたがそのようなみすぼらしい姿になり果てたとは。20点だ。これではあなたの帰還を歓迎することなどできやしない。我らの象徴とも言うべき存在はそれにふさわしい姿であるべきだ。何を。悪いがあなたにはご退場願おう。無駄だ。致命傷だ。そんな。赤の王よ、いやアドル・クリスティン、あと頼んだぞ。
ルさん。よかった、気がついたんですね。あの後、倒れたアドルさんを運んで監獄から脱出して、それでもひどい熱で全然目を覚まさなくて。それは。いえ、私なんて。アドルさんを運んだのはクレドさんとユファさんです。私、アドルさんのことを皆さんに伝えてきます。ドギさんも心配してましたし。ああ、はい、行ってきます。
それなら。アダルちゃん、いら、頑張ってきてね、アダルちゃん。
しこまりました。へえ、俺がもらっていいんだな。頼まれました。これ私に？ありがとう。ちゃんと使えそうだよ。他にも買ってお使いですね。もういいんです。どうしましょうか。頼まれました。かしこまりました。頼まれました。頼まれました。かしこまりました。作るんだ。あ、こんなところ。お疲れさん。はい。いつでもお待ちしてます。何が欲しい？お腹す、頑張ってきてね、アドルちゃん。
ばっかり。